い、皆さんこんにちは、モーマーチャンネルです。今日の動画はですね、訃報が2つあります。まず1つ目はね、ツイッター見てる方でしたらね、分かると思うんですけれども、本水槽にいたねホンソメワケベラ、先月かな、釧路行った時にお迎えして買ってきたホンソメワケベラがいないなと思って、で最初いないなって思った時はちょっとね、隠れてんのかなと思って、様子を見てたんですけど、次の日も、またその次の日もずっと いなくて、あ、これは神隠しだなと思って、あ、やばいと思って、こういろいろ探したんですけれども、どこにも見当たらず、水槽の外にも見当たらず、もう跡形もなくて、いまだにかけらですら発見できていないんですけれども、ソメワケベラさんがいなくなってしまいました。はい、すごいショック、めっちゃ可愛かったからショック。はい、あとね、もう一つが本水槽で飼育していた山奥のリーフタンクつともさんのね、ショップの山奥のフラグショップさんでね買った海アザミ、パクパクの海アザミなんですけれども、結構ね成長してて、すごい触手というかポリポもすごい元気良さそうに、昔はこう大きく開いてこんな感じだったんですけれども、一回比重の変化なのかな、ちょっと分かんないですけど、ふさふさこう生えてたんですけど、一つの方がちょっと溶け始めて、触手がねちょっと弱めにか細い感じで、パクパクもしないんですけど、か細い感じでこうゆらゆらしていたんですけれども、その後に一房の茎が取れかけて、でなんか房自体もどんどんちっちゃくなってって、多分外れて消えちゃったのかな、どっかに。で探してもやっぱ見当たらなくて、溶けちゃったと思うんですけれども、それと似たような現象で、残りのねもう一房の方の茎がどんどんなくなってきて、でこの頭自体も結構小さくなってきて、でもう土台からね外れそうでね、本当すごい弱々しくなってきてしまったので、ちょっと今日はね早急に応急処置をしてね、なんとかねどっかに活着させて、まだね再びね元気にね成長させることができればなと思い、今日ねちょっといろいろ対処していこうと思います。でね、ちょっと関係ないんだけど、昨日のコメントで最近モアさんの髪型にハマってるという嬉しいこのデコ出し、そう、なんか髪型にハマっているというコメントをいただいて、すごい嬉しかったありがとうございます。どうぞ。はい、まずこちらですね、もう首の皮1枚でつながっているような感じのパクパク海アザミ、もうねパクパクはしてくれず、触手は伸ばすもののか細い感じでねずっといたんですけれども、徐々に茎が消えてこんな状態になってしまいました。そしてとりあえずの応急処置、水流がね強く当たらないように穴を開けたねカップをね上からちょっとかぶせて様子を見ていこうと思います。はい、案の定ね外れてしまいましたね。いや、こうなるとは思っておりましたが、ちょっとね弱ってる状態でね爪楊枝刺すのは怖いので、接着していこうと思います。大量のバロニアがね土台についてました。バロニアはねリン酸をね吸着してブツブツとね増え続けます。駆除する際はね必ず水槽から出して駆除しましょう。水槽内でね
バロニアが潰れてしまうとね、水槽内にリン酸を放出してしまいます。さらにね、胞子が飛んでね、違う場所にね、バロニアがね爆食してしまうのでね、気をつけましょう。はい、とりあえずね、接着剤で止めて様子を見ていこうかなと思います。はい、とりあえずね、こんな感じに止めてみましたがね、ウミアザミってね、ほんとキノコより柔らかいので、多分外れるんじゃないかなと思います。はい、翌日ね、案の定外れてましたね。で、どっかにね、ちょっと消えておりましたので、探してみたところ、ヒーターの裏で発見いたしましたので、確保していきます。やるじゃないか。はい、ワクワクさん状態でね、ちょっと小さめのカップを作っていこうと思います。はい、カップをね、設置してね、ウミアザミをね、この枠の中に入れようと思ったんですけれども、飛ばされてね、カップに入らないので、再度リベンジでございます。手で入れました。ですがね、やっぱ水流で飛ばされてしまいます。なめんなよ。ということでね、リベンジでございます。天井に穴開けないで、側面にね、穴を多めに開けて、ちょっと大きめのカップを作って、隔離したいと思います。はい、こんな感じになりましたけれどもね、水流でね、やっぱりちょっとね、カップの中でプカプカと流されてしまいますのでね、水流を調節してね、飛ばないようにして様子を見ていこうかなと思います。はい、とりあえずね、水流ポンプのね、向きをちょっと変えてね、あまりね、このカップに、ね、直撃しないように調節いたしました。まあね、なかなか爪楊枝で刺してないので、活着難しいかと思いますが、まあね、この豆プラグか底砂がね、ちょっと傷口にね、くっついてくれれば、接着剤とかでも後々ね、くっつきやすくなるかなと思いね、ちょっとね、様子を見てみます。はい、ということでね、チヂミトサカも結構咲いてまいりました。とても可愛いです。このままね、どんどん増やしていこうかなと思います。三角ハゼさん、じっと見つめてますね。それでは今日はこの辺で、チャンネル登録、高評価、低評価、コメントリクエスト、何でもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。